はい、では今回、ニューラルネット4として、まあ、RNN と LSTM、SEC2SEC、アテンション、ポインターネット、トランスフォーマーについて、まあ、概要だけなんですけど説明。ネットを繰り返していくような方法となってます。でこれはまあ今までのニューラルネットと全然違って、同じレイヤーに対して何回もデータを送り続けレイヤーっていうのはその出力をまあこんな感じで出てますよとなってます。でこの時のまあ WX っていうのはまあ、入力 X を出力 H に変換するための重みとなってまして、またこの時の WH っていうのは一つ前の RNN の出力を次の時刻の出力にするための重みとなってます。で、まあ、この RNN の出力 H、まあ、HT ですね、この場合っていうのは結構論文とか文献ニューラルネットの誤差伝播法っていうのを、まあ、バックプロパケーションするタイムみたいな感じで結構言ったりします。でこれは、まあ、物事を推論するにあたって、まあ、RNN やってると、まあ、それを長い間記憶することが結構苦手だったりするんです。なので例えば言語処理のタスクとかで一番最後 の、まあ、この前やったスキップグラムみたいな感じで作った文章を作った時に、まあ、一番最後の問題を推論するために、まあ、前後20単語を全部知らないとできないとかいう時に、まあ、RNN だと、まあ、できないみたいなくなってしまうんですね。まあ、これは、まあ、前々回ぐらいに言ったと思うんですけども、まあ、シグモイド関数やタンジェントあ1以下とかになって、まあ、かなり勾配がどんどん小さくなっていくっていう現象が起こったりします。で他にも、まあ、その時間として考えた時の行列の積の計算とかで、まあ、重みが一定の重みが使われてるんですね。でその時に勾配がどんどんオーバーフローしていくみたいなイメージでどんどん大きくなっていって、まあ、勾配が消失してしまうので、まあ、うまくできないといった問題が起こります。で、まあ、これを解決するため解決するというかよく使われたりします。でこれはその記憶セルがそのレイヤー内でデータの受け渡しをして、その隠れ状態文献によっていろいろな違いがあるんですけども、大体のもので、まあ、アウトプットゲート、インプットゲートでフォーゲットゲートみたいなゲートにまたその状態を記憶する処理を行って、まあ、その勾配消失を防いでいるって形となってます。でまあこれあのこの間やった逆伝播法とか結構やあの思い出してもらうと分かるんですけども、まあ、足し算のノードが入った時はそのまま、勾配は同じような形で出てって、掛け算の時はそこにまあ解析していくと、まあ、その勾配消失が対策されていることが結構わかります。で、まあ、これらのゲートはだいたい重みが存在していて、そのシグモイド関数とか使って0、まあ、0から1ぐらいまでの実数として出してます。で、まあ、これを定式化するとこんな感じとなってますね。で、まあ、これ全体をだいたいそのプログラム的に実装してあげれば、まあ、LSTM として使うことができると思います。で、まあ、その LSTM を使ったものとして、まあ、ニューラルネットを使った言語モデルではその、まあ、単語を与えるときに次の文字に対して確率、まあ、その確率分布を出力してたんですね。まあ、最終的に